さあ皆さん、南山大学行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら。勲章10、全部行くと14問。なんですが、ちょっとこれ全部やってるとですね、視聴時間が長くなってですね、皆さんご覧いただけないので、最初の6問行ってみたいと思います。では皆さん、こちらで内容とレベル感ですね、どのあたりまで知識が必要なのか、このあたりを感じ取ることができるかと思いますので、頑張っていきましょう。さあ皆さん、説問の指示の一読をお願いします。では皆さん、まず第一段落でございます。一読をしていただいた後、こちら勲章29番ですね。選択肢はこれでございますので、検討をお願いします。さあ皆さん、これは勲章の右側、トゥーフテイストですね。この選択肢の並び。これを総合的に考えますと、後ろトゥーフテイスト取るものは一つしかないですよね。そうです。A のインスパイアードですよね。でもちろんこのあたりは後でまとめますので、今は聞いておくだけで大丈夫です。インスパイアーときたら、後ろトゥーフテイシ。で、トゥーブイするように奮起させる。で、そういう語法がありましたね。ですから正解は一発で A ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの30番でございます。こちら検討をお願いします。で、まずは形の上で選択肢の D ですね。皆さん、これダメそうですね。皆さん、思い出してください。although、接続詞の後ろは sv が来るはずですよね。ですが、句首の右側をご覧いただけるとわかるかと思いますが、このブースさんですね。お、主語が来たかもしれない。じゃあ、後ろ動詞が来るのかなって見てみると、その動詞が来る前に they'll cycle ということで別の sv が来ちゃってますよね。ですから、まずは接続詞の although、これを×にしますね。で、他の選択肢であれば、皆さん、これ前置詞でございますので、後ろに名詞、ブースさんですね。置けておりますので、OK。ですから、文法上、A、B、C、どれを置いていただいても構いませんので、あとは意味で判断という感じになるかと思います。で、皆さん、読んでいただいてわかるかと思いますが、このブースさんはここに出てますよね。で、そのブースさんがどういう感じで、どういう手段で旅行をしたのか。皆さん、ここでわかりますよね。徒歩での旅行と書いてますよね。じゃあ皆さん、彼らはどういう手段ですかと言われたら、cycle, rather than walk。歩いてじゃなくて、自転車でと書いてますよね。ですから、ブースさんと彼らは手段が違う。で、それを選択肢の中で言い換えることができるものと言われたら、違うという意味の unlike。これでよろしいですよね。で、選択肢の A は、うにゃうにゃにもかかわらず。で、選択肢の C は、うにゃうにゃ除いて。で、皆さん、今回は、ブースさんと彼らは違うという話でございますので、選択肢の B が正解ということで、よろしいかと思います。で、皆さん、続いて第2段落でございます。まずは、勲章31番、検討をお願いします。皆さん、これは意味的に考えていただいてもよろしいですが、後ろ前置詞4ですね。これを伴って、なおかつ意味的にも問題ないものと言われたら、一発で D ですよね。皆さん、prepare for、うにゃうにゃのために準備する。まあ、今回は旅行のために準備するということでございますので、意味的にもバッチリ。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。では続いて32番の検討をお願いします。皆さん、これは勲章の左側、in the 点点点。この熟語でいけそうですね。もちろん正解は、end ですよね。in the end。結局、その熟語の知識を試してるだけですよね。ですから正解は、D ということでよろしいかと思います。エブさん、問いの33番の検討をお願いします。すみません、これは選択肢眺めていただけますと、ポイントという表現の後ろにくっつく語句ですよね。これ皆さん、熟語で有名ですよね。もちろん、point out。うにゃうにゃを指摘する。で、確かに空詞の右側、クォーテーションマークですね。発言内容がしっかり書いておりますので、point out。うにゃうにゃを指摘する。という熟語で、A が正解でバッチリです。では、続いて空詞34番、検討お願いします。皆さん、これは空詞の右側の形とですね、選択肢の並びで語法の問題。もしくは熟語の知識でいけそうですね。で、今から解説する話は後でホワイトボードにまとめますので、聞いておくだけで大丈夫です。まずは選択肢の A。
皆さん、ホープの後ろに名詞を置きたければ、hope for 名詞という不定詞。そういう語法でございましたので、まずは hope は×。さあ、続いて B の promise。皆さん、プロミスの後ろ、確かに to 不定詞置いていただいてもいいんですが、間に名詞を置くわけにはいかないですね。そして選択肢の C をすっ飛ばして D。皆さん、suggest の後ろに人間を置きたければ、suggest to プラス人間ですよね。ですから、語法という点から×。で、残った選択肢の C の encourage。皆さん、思い出せるかと思いますが、後ろに人間プラス to 不定詞。人に to V するよう促す。記憶にあるかと思います。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは一番上、inspire。もちろん意味的には鼓舞する。奮起させるんですね。で、自動詞、他動詞どっちですかと言われたら、奮起させたよ誰を。ということですから、目的語に人が来ますよね。で、あとはどんな風に奮起させるのか。ということで、こちらの例文書いてみました。まあ、この例文だったら散歩させるんですね。ですから、散歩してきんやーという風に背中を押すイメージですから、散歩するのはこれから。で、皆さんご存知かと思いますが、これからのことを表す場合は、to 不定詞でしたね。ですから、inspire、目的語 to 不定詞。ですから、意味は目的を奮起させて to V させる。こういう感じで語法が成り立ってるんですね。そして二つ目の星印、prepare。皆さん、prepare と来たら後ろの前置詞は for ですよね。ただ、なんで for が来るのかちょっとわかりませんという方。皆さん、例文ご覧くださいね。そのまま直訳していただけますとイメージはつくかと思います。he prepare ということで彼は準備しました。で、for his exam、試験のために準備をするんですよね。もしくは試験に向けて準備をしますよね。これは皆さん、ご自身の生活に当てはめていただけるとイメージはわかると思います。皆さん、試験のために準備をしてますよね。ですから、そういう風に考えていただきますと、prepare の後ろは for。そして、for の右は、まあ、今回は exam と書いておりますが、来ることが分かってる状況のために準備を整えてるんですね。ですから、念のためこのあたりまで意識しておいていただいた方がよろしいかと思います。そして、三つ目の星印は、働きに注目。皆さん、despite と来たら、うにゃうにゃし。そうです。前置詞でしたね。で、二つ目、unlike。これも前置詞で、うにゃうにゃと違ってという意味でございました。そして3つ目の although 接続詞ですので後ろに sv でうにゃうにゃだがということでございました。ですから皆さん3つとも意味は確かに大事なんですが、やっぱり用法とか働きですよね。このあたりまでちゃんと区別できてるかどうか問われますからね。さあまずはまとめが終わりました。またこの後プラスアルファの情報があるんですが、まずはこちらの情報を押さえていただきたいと思います。もちろんこのタイミングでノートを取っていただいてもいいんですが、ノートを写す時間を節約するために次の画面に行きますね。さあ皆さん、復習しやすいような画面に書き換えました。このタイミングでスクリーンショットする方はどうぞ。で、皆さん、その後画面の右側ですね。このあたりに皆さんの指などを置いていただいて、で、丸1番から丸11番。そこに入る表現をスラスラ言えるかどうか。こちらが回答となっておりますので、皆さん自分で小テスト。まあ、確認テストみたいなもんですね。しやすくなるかと思いますので、ぜひ活用してくださいね。ということで、次の画面に行きまーす。さあ皆さん、続いて suggest。それの語法を言ってみたいと思います。つまり、後ろの形ですよね。これがしっかり3つ言えるかどうか、言ってみたいと思います。まずは、カッコ1番。まずはこちらの例文ご覧くださいね。このカッコの中に入る表現と言われたら、シュッとでしたね。もちろん助動詞でございますので、その助動詞の項目で習ったことを皆さん思い出せるかと思います。そうです。suggest の後ろは that sv。で、その動詞のところは動詞の原型。もしくは should v。そうです。主張要求提案。それの内容を that 説の中で表す場合、こういう形を取りましたね。ですから一つ目はこちら。that sv を取る場合は、動詞のところは特徴的な形をしております。そして二つ目の suggest。この start を適切な形に直してくださいと言われたら ing でしたね。皆さん、同名詞の項目であったかと思います。そうです。 suggest の後ろは ing。 続いてカッコ3番の suggest。 皆さん、やっぱり空所のところに入る表現と言われたら to ですよね。ですから、人に対して提案する場合は suggest to 人で、皆さん、プラスアルファご覧ください。後ろに to プラス名詞、この形を取る動詞として、suggest 以外にあと2つ、頭文字を書いておりますが、皆さん思い出せますか ?1つ目は explain。説明しておりますので、まさに私が皆さんに対してやってることです。explain to you。そして S で始まる単語と言われたら、say ですよね。
これは皆さん今私が皆さんに対してやってることでございます。 Say to you ですが皆さん suggest と言われたらまあ確かに意味も大事なんですが入試では後ろの形が問われますよね。ですのでまずはこのあたりを最低限の知識として押さえていただきたいと思います。さあ続いて Hope。 皆さんこの Hope の後ろの形も知識が曖昧な方多いかと思います。で皆さん例として I hope John to come、 これが一見すると正しいように見えている方多いんですね。ジョンがやってくるのを私は望んでおります。まあ正しくはこれですよね。で皆さん思い出していただきたいのは不定詞の項目です。皆さん文と I hope ですから望んでるのは私、ただしやってくるのはジョンですよね。ですからこの文章全体の主語は私、一方やってくる主語はジョン。そうです、主語が違ってる場合に意味上の主語というものを置いたかと思います。でその意味上の主語の表記の仕方は to 不定詞の直前に for プラス名詞、ここが分かってるかどうか問われますからね。ぜひ押さえていただきたいと思います。もちろんこの後ノートを写していただいてもいいんですが、そのノートを写す時間を省くために次の画面に行きます。さあ皆さん復習しやすいように画面を書き換えました。このタイミングでスクリーンショットする方はどうぞ。では次の画面に行きます。さあ皆さん最後は熟語でございます。まずはカッコ1番 in the end、 結局。そしてカッコ2番 point out、 うんたらかんたを指摘する。そしてカッコ3番 promise、 to be ともなってうんたらかんたですることを約束する。そしてカッコ4番 encourage、 目的をプラス to 不定詞をともなって O に to be するよう促す。こういう感じでよろしいかと思います。では復習しやすいような画面に書き換えます。さあ皆さん復習しやすいような画面に書き換えました。このタイミングでスクリーンショットする方はどうぞ。でその後は画面の右側ですね、指などで隠していただいて小テスト用に活用していただけますと幸いです。ということでチャンネル登録もよろしくお願いします。